鳴谷幸です。民選をやってます。ホットセンターはね、赤ちゃんから高齢者まで一堂に集まって、それでまあホッとする場所というか、大体そういう形でできたかと思います。主に要支援者、介護認定前の方とか、いろんな方が来てますけど、交流を深める本当に最高の場所だと思っています。はい、もうほとんど民生員の仲間です。で、民生員は相手を思いやる心と、そしておもてなしの心はもう徹底的に教育されますので、みんなそういうことはもう身につけてますので、もう何をしてもね、さっと言うことを聞いてくれますし、それに普段地域の人たちの幸せのためにお世話をさせていただいている身が、心が豊かでなければいけないということで、年に1回花と温泉と癒しのツアーと銘打って一泊研修を行っています。その成果はどうか分かりませんけれども、どのグループよりも仲がいいし、何でも話し合える仲間です。やっぱり一人暮らしの方が多いので、バランスの取れた食事が家では取れてないと思いますので、とにかくバランスの取れた食事をとか、食中毒を起こさないとか、いろんなそういう面に気を配っています。介護支援前の方たちが主に来てますが、もうどの方も帰りには必ず今日の料理おいしかったよって喜んでくださいます。もうそれが生きがいです。フレパに出しているのを買いますけれども、野菜なんか出している方の名前が知ってる方多いので、その知ってる方のお野菜を主に買いますね。やっぱりね、ひいき目で見るとこがあるかもしれませんけど、大月の野菜が一番やっぱ新鮮と感じます。もうそれこそ大月で生まれ育って、大月の方と結婚して、もう外にあんまり出たことがないのです。それに私たちのように年を重ねますと、やっぱし近所知った方が多い方がなんか安心してね暮らせます。それと人情が厚いいうか、なんかこう会った時さっと来てくれますし、安心して住めます。その点はね、もう一番先に目に浮かぶのはその青空に浮かぶ白い風車。そしてうちは海岸ですので、朝は朝日、夜は夕焼け、もうそれはね心癒されます。ススキとかノジギクとか、今頃はツワブキの花もう至る所に咲いていて、本当にね自然の美しいところ、そこが好きです。大好きです。この1年間サロンを休んでいましたけれども、またコロナが収まってくれば地域でサロンを始めたいと思っています。みんなでお菓子や果物なども持ち寄ったり、チラシ寿司を作ったり、ワイワイ言いながら、世間話をしながら、みんなで楽しい時間を過ごしたいと思っています。人は必要とされるとき輝くと言われています。私たちも必要とされる人間でありたい。
そしていつまでも輝いていたいです。